待たせてしまったな。蒙古に殺されるかと思いましたよ。奴ら御作様の鎧を探しとりました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。御作の鎧必ずや守ってみせよう。
13 bagayu. Yumazga. Solaritsek, tiryag orpe, tirin. Solaritsek, dokai.逃がしてやる。村の恩人だ。鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。御作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと。もちろん。鍵は差し上げますので確かめてみられては。何日も探したけど娘が見つからん。Бидэн байгаараа өөр юмэр цаая. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Тасгете! Матасете шиматта на. Аната сама га Госак сама ни миэ машта. Дозо, коно каги во. ご作様もお喜びくださいます。あの人は無事。よし、いいかな。
극적할다지하고댄 내게 뭐 응옥구나 祈っておりました 안전한 곳에 抜かれてないぞ なあ、もし船が見つかって 天気が穏やかだ縄をほどいてください逃がしてやる助かった行け達者でな太刀を扱えりゃよかった叫び声がどうかお助けください叫び声何があったまず太鼓の音と鏡が聞こえたんです見に行ってみたら集落の連中が狂ってて悪夢にうなされてるかのように叫ぶんですもしや猛虎の術か場所は赤島の集落です死人の浜の近く調べてみようお気をつけくださいThank you.
多くのために暮らしていたのだ。あの時はよく抜け出せたと思う。妖子は刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。奴らのために働くなら死んだ方がマシだ。よく寝たもんだ。お前なら同胞を殺す武具を作るの。昔に戻れたらな。妖子が壊せるのか。酒井様、屈指の大きな畑を見下ろす像をご存知ですか。若い男がたった一人で賊や猛虎から像を守っているそうです。伊蔵殿が掘った像だな。助太刀に行かねば猛虎どもに壊されてしまってはかなわん。どうかあの男を助けてやってください。私がいるから安心して。いつまで続くんだ。なんとかしてくださる。何を思案しておる。厄介事か。今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を鎮め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。
コ殿。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。全ての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたく、一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないな。姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。坂井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です。正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったね。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも。氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。
モーコのムクロも置き去りか。無用ということです。しましょう。館に残っておれば妻とこの隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのね。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりませぬ。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。あれを森から来ます。霧がないぞ。Thank you.
しまいのようだ。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。お主ほど情に熱い者は他におらぬ。礼を言うなれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、政子殿。さあこちらへ。内常公の伝承でございます。どうしてあいつを生かしちまったんだ。いにしえのこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理内常公を召されり、内常神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて太刀に蹴り、狙い誤たず矢ははるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ち常放つただ一矢、真の像を抜きたり悪鬼地に落ち、末路の息を打ち常公に吐きかける。ほどなく打ち常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ち常子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。打ち常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちし、かの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく、良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため内常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。
奉仕が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。また青い花。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をよするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ、何を言いたい。罪はないと思い、弓を追うでないぞ。
ウムギ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。病になれば死ぬしかない。賢治の酒があれば火の打ちどころがないのだが、長話を聞かねばならぬか。青い花、この方向だ。青い花、この方向だ。弓はあそこだ。打ち常の長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。ここを倒すことが先決。俺は後で考えよう。打ち爪の呪いか。
ほい、アルボ。の恩人です。この鍵をお持ちください。役に立ちましょう。御作の鎧を見たことは？まさか。滅相もありません。鍵を守るのが務めでしたので。志村様なら何とかしてくださる。Yeah!